ちょっと寄り道八雲駅、北海道新幹線で東北関東へ。懐かしい。ご旅行、ご旅行、ご出張に民宿丸見。私詳しいよ、八雲。八雲？うん。何これ、渡るでしょ、うん、で渡ったら農協がある。あー、まだある。コープ。コープになってる。A コープ八雲店。そう。昔ね。八雲運送。ここ行ってね。うん。農協行ってた。本当。あ、電車で取ります。どちらか行く？八雲の散歩。八雲のんくわしかんね。うん、だってばあちゃんちあったからしょっちゅうこの辺いた。これ何これ？これは知らない。パピア、ヤクモ、何か、あ、ローソンもある。うん、昔よくここを通って、うん、駄菓子屋に行ってた。安田商店ってある？安田商店、うん、今あるのかな。いや、夜とかって怖いな、これ。ホタテたこ焼き？わかんねえな。おめえ、こういうとこ、おめえ、これ、これ、食べ飲み放題、お前、3000円って書いてるぞ、お前。見て、黄色いビジネスホテル。丸見の反対側は桜庭旅館。喫茶。これは、いや、味があるな。コーヒーショップの、何これ、俺の大好きなインドカレーチーズ丼。わ、ありがとう八雲町、また来ます。ありがとう八雲町、また来ます。買っちゃったの。買ってない。横で。800円。安い。結局買った。帰りに。生きてます。どうするんでしょう。生きてるぞ。怪獣ゴンザレスが行ってないよ、ね、本当？いいのかな、その上で。うん、お水に入れます。じゃあまずはオーズワイガニから。入れて茹でます。さらば、さらば、オーズワイガニ、五右衛門風呂に、ソーフィー。いい感じのさ、オレンジになってきたね。ね、見て、手とか動く。あ、本当だ。ごめんな、お前のこと食っちゃうけどな。おい、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 ほら、生きてる。カニは出来上がり、立派です。今日はカニを食いながら酒を飲みます。見て、キケイ。ん？あ、キケイながら、だから安かったの。うん、ほんとだ、これちっちゃい足。うん、清掃途中。うん、
これは何？オオズワイガニ？これタラバですね。タラバ？ガスミがあるのか。800円のカニだけど、見て、みんな普通にタラバだ。うん、タラバだ。これが普通はオオズワイガニでしょ。うん、あ、じゃあ身はあるね。オオズワイガニの味噌、うん、わかんないよ。え、食えんのさ、うん、あ、うむ、いや、すきもおばさん、鍋さん、シェンがヒヤーっと湧きに